ぞ。ありがとうございます。もうすぐテストですから。勉強していれば気も紛れますし。それで、浅間さんから聞いたんだけど、ごめん。
しっかりしなきゃね。やっぱりあるわよね。じゃあ橘さんのところにも。橘さん、大丈夫？え？大丈夫大丈夫、こんなの大したことないわよ。これは犯人を追い詰めてる証拠なんだから。つまりあと一歩ってことよね。それはそうだけどさ。それにもうここまで来たらやめられないわ。これからは離れない方がいいかもしれない。一人でいるのは危険だよ。橘さんが心配だし。大丈夫よ、そのくらい。ダメだ、犯人は本気だ。本当に僕らを殺そうと思ってる。だからこれからはずっと二人でいるようにしないと。何かあってからじゃ遅いんだから。でもそれってつまり寝るときもどっちかの部屋で一緒にってこと？あ、いや、そんなつもりは。だってそういうことでしょ？
丈夫だろうし。